はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバセドレス。さあ本日なんですが、 ABC がね純制限になると、9月30日施行のリミットレギュレーションでドラゴンバスターくんね帰ってくるんですよ、純制限に。で、あの OCG の方ではまあその ABC ドラゴンバスター純制限になる代わりにユニオンキャリアが豚箱にぶち込まれまして、あのこれが必死になるんですけれども、マスターデュエルではユニオンキャリア使えるんですよ。まだこいつ生きてるんですよね。だからユニオンキャリアとあの ABC ドラゴンバスター2枚がね併用できるんですよ。これ革命で、これ何が革命かっていうと、その ABC って、まあ、ギミック上2体いるとめっちゃ強くて、そもそもね。で、あのこれどういうことを持ってるかっていうと、あのフリーチェーンで一旦一度手札からあのカード1枚捨てるとフィールドのカードを選択して除外するっていう効果と、相手のターンにこいつをリリースするとなんか分解できるっていう、ユニオンモンスター ABC を除外して出せて ABC を戻せるっていうね、まあ、そういうね効果を持ってるんですよね。で、分解した後はこいつが墓地に行っちゃうから、今までは、2体目のドラゴンバスターを出すことはあんまりできなくて、まあ、エメラルでね、例えば戻したりとか、墓地のモンスター、これ前の動画でやったけど、エメラルでそのドラゴンバスターの素材は一応墓地にあるから、ドラゴンバスターを自身を戻してもう一回出すとかは一応できたんだけども、まあ、これがですね、しなくてもよくなるんですね。まあドラゴンバスターを出してで分解して、まあ、そのリンク素材とかにして適当になんか相手の場面荒らした後にもう一回 ABC ドラゴンバスターを適当に出せることが確定したんですよ。これ今後これバリ強くて、でしかもですよ、これね ABC ドラゴンバスターって1枚から出るんです、カード。まあ、それが、まあ、これ前回もやりましたけども、テラフォーミングか輸入格納庫があれば、これ輸入格納庫1枚がイコール ABC になれるんで、あ、ちなみに輸入格納庫イコール ABC プラス、インフィニティっていう動きもできるんで、まあ、ちょっともうちょっとエクストラの枠を、増やせばね、もうちょっと強い展開、なんかハリアドン展開とかでもできたりしたんだけど、まあ、ちょっとハリファイバーがいなくなったし、今回は、ABC ドラゴンバスターとインフィニティをこの1枚で作りながら、さらに ABC 分解した後にもう一回 ABC 出せるっていうこの動きをね、ちょっと皆さんにもお見合いできればなというふうに思っております。はい、まあちょっとね初動が薄いのがね課題なのと、あと誘発全部踏むんですね。まずそもそも、まあ、やっぱユニオンカカロコ1枚初動とはいえ、こいつが要はテラフォーミングとこいつで、4枚しか積めないと、まあ、メタバースちょっとやっぱ先行だと弱いから入ってないんだけど今回は、これが4枚、まあ、一応キンキンのうちあるけど、まあここ、まあ、4枚でしょ。で、まあ、一応組み合わせとしては ABC どれかプラス、メールファクターズコマンドっていうパターンも一応あるんだけど、まあ、これもやっぱちょっと若干ね やっぱその初動率としては低いから安定感があんまないんだよね。なので、まあ、他のギミックもちょっと組み合わせた方がよくて、例えばまあ、勇者ギミック、まあ、ちなみにこれは、もちろん展開補助してくれるっていうのもあるし、あと誘発を、貫通できるっていうか、その誘発受けを良くするっていう。例えば、その、ユニオンキャリア君は無限保養エフェクトベーラーに弱いし、ギャラクシーストロジャー君はウララに弱いし、なんか結構ね、全部増殖する G はめっちゃきつい。普通に特殊がいっぱいするから。なので、この辺のね、ギミック全部ね、誘発踏むんですよね。めっちゃきついんですよね。なので、まあ、ちょっと1枚になっちゃうと思うんだけども、これからは、聖殿の水使いが制限になっちゃうから。なんだけど、まあ、これ3枚はあった方がいいかなっていう気はしますね。あとは、まあ、一応ですね、まあ、モンスター2体並ぶこともあるんですよ、勇者ギミックがあるから。なので、まあ、リンクスパイダーとか絡めてアナコンダしたりとかして、まあ、一応サブプランとして、ベルデアナコンダからのデストロイフェニックス使いっていうのができるようにしてますという感じですね。まあちょっと、若干そのなんだろうな、初動に安定感少しないけど、ただやっぱ一眼初動があるのがとても偉いから、まあ誘発とかで相手の動きいなして勇者とかで変えて、まあユニオンカカロコ通していくみたいなね、まあ、そんなイメージで回していただけるといいのかなというふうに思っております。早速ね、2枚になったドラゴンバスターのパワーを見せていきましょう。あ、一応今回はノーリミットルームでアンリミテッドルームで撮ってますけども、まあなんだろう、9月30日以降の、まあ、制限 を想定したルームに、なってますんでご了承ください。はい、それではデュエルスタンバイ。 ABC 帰ってきた、純制限きた、 ABC ドラゴンバスターくんなんか知んねえけど2枚使っていいんだってこのゲーム。しかもユニオンキャリア生きてるんですよね。なんかなんもなそうですね相手誘発。いやこれガチでやばいですよ。
あのユニオンキャリアっていう犯罪者が OCG の方では禁止になりましてね、最近ね。まあ多分 おそらくですね、マスター制の方でもそのうち禁止になると思うんですけども、なんか今は現状使えるんですよね、ユニオンキャリアが。だからマスターデュエルはユニオンキャリアが生きていて、 ABC ドラゴンバスター2枚積んでいいっていうなんか謎の状況になってますんで、これね、革命が起きました。はい、これの ABC ループが一応できますから。まあ、ABC っていうのは一応スミット1になってたんで、1回しょらえると2体目出すの結構難しかったんですよ。結局そのエメラルとかで戻して2体目を出しに行かなきゃいけなかったんですけども、今回からなんか純正義になりまして、なんか ABC ループしていいですよっていうね、運営からのお告げがありましたんで、まあ、とりあえず B と A の効果発動しましょう。 B はデッキから持ってくる、で A は墓地から回収という話がありまして、でここで、ね、好きな、まあ、カードを回収することができますと。まず A の効果で B 回収で、 B の効果でデッキから普通 C 持ってくんだけど、まあ、ちょっと C 持ってくから、まあ、次のターンのこと考えて B 持ってきて、はい、でですね、まあ、このモンスターを墓地に叩き落とせばいいので、まあ、ちょっとユニオンキャリアの効果を発動して、なんだっけ、フォトンオービタルってやつを、装備するんですね。これ装備されていると装備解除してギャラクシー持ってくるっていう効果です。でフォトンオービタル効果でこれでギャラクシー持ってくると、これは誘発なんもなければね、これゴリゴリ回しに行っていいんだけど、もしギャラクシーソルジャーを素引きしてる場合はなんだ、ちょっと若干ルート変わったりします。ユニオンキャラじゃなくてもよかったりするんだけど、はい、まあ、とりあえず、ギャラクシーソルジャーでギャラクシーソルジャー持ってきて、ちなみにギャラクシーソルジャーがね、素引きしてる場合はね、 ABC 出せるようにね、無限保養とかもし持ってそうだったら、今の A の回収効果使わないで出しに行く感じ、ABC を最悪止まっちゃった場合のことを考えて、でとりあえずここで、サイバードラゴンノバとかいうぶっ壊れモンスター出して、でこのモンスターの上に重ねてインフィニティというぶっ壊れモンスターを出していくと、これが基本ムーブですよね。でちなみに今ABC が墓地にいると、つまり墓地に存在する ABC 全部ゲームから除外し究極合体、まあ合体してるか怪しいが ABC ドラゴンバスター、うわーつえつえ、このお手軽展開がやっぱ ABC のいいところですよね。なんか合体する必要ないっていう、なんか合体してそうな見た目してるんですけど、ただ墓地から除外してるだけっていうね、はい、墓地合体ですか、はい、まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるわ十分強いですね。インフィニティで何でも向こう1回と、無限保養でなんか向こう1回と、 ABC ドラゴンバスターで1枚除外が1回と、でまあ増地あって、メインファクターでなんかその機械族にデッキからユニオン装備できるんですけど、ABC 全部ね、なんか魔法トラップモンスターに耐性与える効果を持ってて、まあ、それをね、これ何する人 P モンスターでのがやる、あ、いいよ、まあ、それはいいわ。魔術師オットワイツとかそっち系ですか、わかんないで来ましたね。自分が使ってるデッキなんで、これ結構慎重にプレイングしないとこれ知りますね。テラフォーミングいいでしょう、テラフォーミングはまあいいでしょう。この ABC ドラゴンバスターくんとか、インフィニティに、あ、交際ね、オッケー。装備することができるんですよね、メイルファクターズコマンドで。で、それで、なんか相手の、まあ、妨害をいなしていくことができます。はい。一応、チェーンすると、なんかトラップ装備したりとか、魔法装備したりとか、モンスター装備したりとかできるんで。さ、オロマイで、ダークブルーム、なるほど。ダークブルーム、あ、強いな。強いな。まあ、一応 ABC の、エビじゃねえや、インフィニティの方があるんで、ハカラとかケアできてますね。ハカラとかケア、あ、オッケー。通った。オッケー。増時通ったら、まあまあまあいいでしょう。ダークブルーム、特殊召喚して、覇王も持ってこれる。いや、これダークブルームからどういう展開していくんだろう。ちょっとわかんねえな。この敵対戦したことね。これ何、あ、覇王もゼロね。オッケー。スケールゼロ持ってくると。なるほど。エレクトラムをね、止めればいいっておばあちゃんが言ってたんで、まあ、エレクトラムを止めに行きましょう。天空の交際、なるほど、天空の交際、なるほどね。天空の交際はなんか破壊するとオットワイズ持ってこれるみたいな効果あるんですけども、ゼロはいいや、ゼロはいい。デュエリストアドベント、フィーゾンに加算する場合でキャラペンデラムモンスター1体かペンデラム魔法トラップカードを手段に加えると、なるほど。で、エンタメイト、ペンデラムマジシャン持ってこれる。はあ。で、天空の交際効果。ゼロは、
って、オットワイズ持ってくる。いや、そろそろ止めないといけないか、これ。そろそろ止めます？わかんねえ、このデッキ。いや、なんか、持ってこられたらやばくね。なんかその、いや、そろそろ止め時な気がするな。ちょっとガチでわかんないですけど、一回ここ止めますか。あんまりどこ止めていいかわかんなくて。一回妨害を吐かされた。妨害吐かされた。いや、まあでも無限保養あるから、エレクトラム出てきて無限保養すれば、まあ、なんとかなるでしょ。で、しかも ABC ドラゴンバースターの除外も残ってるし、ただなんとかなりますね。螺旋のストライクバースト、オッケー、オットワイズ持ってこれる。やばい、強い。意味なかった。天空の交際の向こう。どっちにしても感動されるか。いや、これ着地点止めたらよかったな、じゃあ。一生なんか、見守ってる説はありましたね。アークペンデラム来たー。やべえの来たー。いや、でもアークペンデラム発動されたら普通に除外してもいいか。いや、これそろそろ除外なんじゃね。これここ除外なんじゃね。スケール除外しとったらもうできないだろ、ペンデラム召喚。で、手札1枚捨てる。手札1枚捨てて、相手のフィールド上のカード1枚を選択して、そいつを除外する。これでスケールは揃わないからペンデラム召喚ができないと嬉しい。で、一応分解はしておく。はい、壁になってるのもでかいですよね、あの ABC 君って。で、まあ、BAC を出していく。ほら、相手段に分解。さあ、再び現れる除外ゾーンより ABC。 ちなみにこの出てきた ABC を素材にして、またあの ABC を出せるっていうループが一応 ABC ループなんですけども、これができるようになったんですよ。神ゲーですね。ABC 今までその1枚しかなかったから、これやっちゃうともうなかったんですよ、エクストラデッキに。これ ABC またできるんですよね。最強すぎる。あまりに最強。とりあえず C クラッシュワイバーに適当になんか装備しよっか。こうしといて。でですね、螺旋のストライクバースト、まだあんの？やばいやばいやばやば、あいつハンド強くねえか。線のストライクバー、うわ、絶対これ着地点止めるべきやったくせえな。ホットアイズ持ってこられて、結局除外する意味なかった。意味なかった。わかんねえ。わかんねえ、止めどこ。いや、ペンデラム召喚される。絶対止めんでここだった。余計なところでもわかんねえかったら、余計なところ止めるのやめた方がいいな、マジで。ペンタメイト、ペンデラム、マジシャンの効果、まあ、それはもう、もはや。いや、これはもうなんかスルーして、もうエレクトラムの無限保養に全力注ごう。OK。で、ゼロ破壊して、なんか持ってこれるよと。はい。で、ドクロバットジョーカーは厳しいが、ドクロバットジョーカーは厳しいが、もうエレクトラムを止める、俺は絶対に。エンタメイトドクロバットジョーカー召喚指定工事効果で、なんか持ってこられるが、もうこれはもう本当に無視するしかない。おばあちゃんが言っていた、エレクトラムを止めるんだ、俺は。で、オットワイズ、ペンデラムで、オッピー持ってきた、出た。釉薬の魂のカード。で、AM ペンデラムマジシャンとラスター P で、あ、なんだっけ、そいつ、イグニスター P、やべえ、こいつなんか強かった気がする。一旦、フィールドの P モンスター1体、または P ゾーンのカードを対象に取って、そのカードを破壊しながらフィールドのカードを1枚選んでデッキに戻す、やばいやばいやつ来たー。これで破壊するってことですか、オットアイズを。非常にやばいですね。これはエレクトラムまで無限包容を取っていくことはできなさそうですね。いや、もう包容するしかなくね、これ。で、無限包容ぶち込む。無限包容ぶち込んでイグニスタープロミネンスの効果無効にしていかざるを得ない。いかざるを得ない。耐えろ。やばい、モンスターが落としちゃった。まずい、もう妨害はねえ。俺のフィールド上にもう妨害はねえ。あのデッキ3妨害乗り越えてくの強すぎないか。やばいやばい、ここをダメに取っておいた無限包容が。くっそ、ヘビーメタルフォーズエレクトラムのためにね、取っておいたんですけどね、全部を。じゃあ、なんか知んないけど、なんか止めさせられて、これ確実にこれ、ここまで取ったべきでしたね。エレクトラムとかラスターピー出てくるまで、マジでほっときゃよかったわ。
アストロガラフ、はい、アストロガラフ持ってこられて、でヘビーメタルフォーズエレクトラムの効果と、アークペンデラムの効果によってまたデッキからオッドワイズが出てきてアストロガラフが出てきちゃうと、で1枚ドローも入っちゃうと、あーやばいよ、助けて助けてどうしてこんなことに、どうしてこんなことに、妨害の当てどころ全部ミスった可能性がある。はい、いいです、わかりました。で、オッドアイズが出てくるわけですね。で、これレベル7に対並びます、レベル7に対並んじゃいます、あー並んじゃってましたね、これね、レベル7に対オッドアイズ席で並んじゃうところかなりやばいですね。いやでもワンキーは取らんやろ、さすがにこのカメ3体は強いと思うぞ、おそらく。頼むマジで、アブソリュート、あー出てきた、ボルテックスの構えだ、ボルテックスの構えだ、まあ、しょうがねえか、ボルテックスで対象取るよな、頼む対象取ってくれ、アナコンダ、アナコンダいいだろう。でオッドアイズアブソリュートの効果によってデッキからオッドアイズモンスター持ってくるんだけど、これはマジでもうしょうがなくて、しょうがなくて、でベルテアナコンダ君ももうなんか止める手段なくて、でボルテックス出てくる、でボルテックス特殊召喚成功時バウンス入る、いやまあ一応これメイルファクターズコマンド打つしかないか、メイルファクターズコマンド打つしかない。どれ装備すればいいんだ、モンスター効果受けなくするから、これあれだな、A やな、 A 装備すればいいんだな、 A 装備すればいい、 A いる、デッキの中に、あいるね、メイルファクターズコマンド発動して、やばい残り時間が60秒しかない、俺はインフィニティは絶対に戻させない。さあメイルファクターズコマンドの効果により A アサルトコアを装備し、このカードはモンスターの効果を受けない。あれあれ、なんで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 、あれあれあれ、これ装備モンスターってさ他のモンスターの効果受けないよね、なんで、えやべえ、俺が思ってたなんか展開と違え、ちょっと待って、あれなんで今持ったんだ、やばい、なんでこれ、えあれこのし、うわーうわー、あ B は効果受けない、B は効果受けなかった、なるほど、B だけ残っていく、で A アサルトコア君は回収できる、いやこれやべえぞマジで、これガチでやべえぞ、とりあえずクラッシュは今持ってくるしかねえ、ちょ本当にやばいちょっと待って、なんであれ、なんでワンキルはされないよね、 OK 大丈夫だ、ザークで殴られなきゃ OK、 まあいいだろう、ザーク君は、相手の効果を出しならず効果では破壊されないと、で破壊されてクラッシュワイバーン効果でユニオン特殊召喚できるから一応しといて、いややばいやばいやばいマジで、ザークはやばい、相手の効果を出しならず効果で破壊されない、今呼吸トスですね、やべ30秒しかない、ガチでやばい、ちょ本当にあのペンデラムテーマこれがうざいんだよな、マジでほんまに打ってほしい、そのテキスト読んでると時間なくなんだよこのデッキ、テキスト量絶対おかしいもん、なんかもうあれだもんね、あの原稿用紙レベルの、あの原稿用紙1枚分ぐらいがさモンスターにかかってるからさ、絶対やばすぎますよねこれ、まあ、一応これで200秒回復するから、あっ OK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 、 フュージョンデスに来た、あ割と強そう、これでもどうすればいいんだ、ザークは戦闘で破壊せざるを得ないな、とりあえずアラメシアの儀発動して、まあ、勇者のギミックはとりあえず、ぶち込んで、あの、司令モンスターはちょっと処理しよう、でだ、旅路発動した、旅路発動した方がいいだろう先に、で、旅路発動効果、あとドラゴンボックスがあんま意味ねえか、これで、グリフォンライダー持ってきて、で、ドラゴンボックス捨てる、まあ、ここまで感動あったらいけそうな気がするけどな、でドラッグバッグを装備する、はい、でこいつは別に大丈夫ですね、戻しても、ちょっと帰っていただいて、お帰りいただいて、でグリフォンライダーを特殊召喚していく、よしよしよし、いいぞ、
いけるぞ。 OK でだ。とりあえず ABC 出せるから ABC 出すか。 ABC 出して、マジでガチでやばい。これ戦闘で破壊するってことアクセスコールトークはするしかないかな。で、ABC 出すでしょ。 ABC 出して、 ABC って分解効果空いてたんだっけ。分解効果空いてたんだ。まあとりあえず除外するわ。ペンデラムスケールは除外しておこう。スケールでいいね。はい、でこれで相手は次のターン、ペンデラム召喚はできないでですね。とりあえずクラッシュワイバーン召喚か。クラッシュワイバーン召喚していや、あ、サロスいいんじゃん。サロスいいんじゃん。サロス、これサロスくんいんね。これサロスくん出しに行こう。とりあえずもう勇者トークンいらないわ。勇者トークンとクラッシュワイバーンで、リンク召喚マスカレーナ。OK で、2345、これ全部使う。これ ABC 使わないといけない。 ABC 使わないといけないね、これね。もうモンスター、これなんかさ、起きない。これなんかサーチないね、もう。ですよね、ですよね。アクセスコロトーカーよりもサロスエロスで吸った方がかっこよくね。まあ、ユニ、まあ、どっちでもいいけど、これ破壊するとさ、ペンドラムトに置かれるみたいなのあるよね。あーだよね。だからこれ吸っちゃおう。俺はマスカレーナと、それから ABC とグリフォンライダーとてめえのザークを肉破壊セットサーキットコンバイン現れろ。とはさらに世界の名シーン、サロス・エレス・クルドギアス。うおこれ何行こうか。あ、全部こうね。あ、一応やっとくか。一応やっといて、で、フュージョンですね、ぶち込む。おらオッケー、盤面返した。さすがにありがとう、サロス・エレス・クルドギアスさん、よく活躍してくれた。 ABC いなくなったけどABC おらんくなったけど、ディナイアルガイは出てくる。ディナイアルガイで打点確保する。よし、オッケー、これでダッシュはいい。でバトルフェイズ入ろう。いや、これ1枚から返せないでしょ相手。オッケー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 。一時はどうなることかと思いましたけどね。さすが ABC ですね、継戦能力高いんでね。めちゃめちゃABC が出てこれるからね、あのリンク召喚とかできますからね、こうやってね、簡単に。非常に強力な立て直し能力と言っていいんじゃないでしょうか。いや、これもう返せないだろ、さすがに。相手反動1枚からは無理だろ、これ、まあ、ザークもう1回出すとかできるのか、あれ、無理だよな。ドクロバットジョーカー、これ無効にしたんじゃない、もう。まず無限攻撃を置こうか。ほら、ドクロバットジョーカー君の効果を無効にしていくぜ。これでてめえは棒立ちだ、せのせく。ほら止まるバカタレが。おっしゃよしあぶれ。あー、ゾージー通るかどうか問題すぎる。でもゾージーの通り良くなったと思わない、最近。やっぱさ、抹殺1枚しかなくなったからさ、まあ言うて相手のさ、デッキの中に入ってるそのゾージー対策カードがちょっと減ったんですよね。まあ、ガンマとかめっちゃきついですけど、まあ、ガンマ入れてるとそんなに多くないと思うから、まあ、ウララとオハカーナ抹殺の多分、まあ、全部で計6枚になったので、意外と結構通るんですよね、ゾージーが。って言ってると通んなかったのとおつやなんだけど、割とその、先行だったら結構強かったんですけどね、この反動。ちょっと高校だと微妙かな、シャドルビースとか1枚取ろうか。なるほど。まあ、このシャドールビーストの1枚ドローで墓穴光ってめんどくさいか。まあ、確率上ありえるもんな。まあ、一応これ打って反応強いんで、一応強気に打って、強気に打って通ります。通らなそう。あ、通った。高校ゲーム参加権通った。オッケーオッケーオッケー。まあ、じゃあ戦えるね。じゃあ戦える。結局ですね、マジでね、まあ、先行圧倒的有利のゲームなんでね、高校ゲーム参加権で呼んでるんですけども、増殖する G は、まあ、それを、まあ、通しておかないと
まあ、ちょっと高校ゲームになんないかなっていう気がしますね。はいはいはい、なるほど、消極的に入り OK だろう、 OK だろう。まあ確かにシャドウロは割と展開するもんね。アラメシアの俺もアラメシアの撃来た、俺もアラメシアの撃っていこう。じゃあ同色 CG は一応俺は抹殺があるから一応無効化できる。でアラメシアの撃を発動、どうする？オーケーオーケーオーケー、取る。縦でいいな、ほらオーケーで、表側表示でカード置いていく。なんもなしそうですね。うららとかあんのかな、うらら、わかんねえな。まあこれはちょっと一回スルーしよう。でドラコバック、うららは今反応するとこないもんな。テラフォーミングは通ります。まあ通んなかっても、一応ベールファクターズコマンドと A あるんで一応展開できるから、これいっちゃっていいね。最高のうらら打ってもいいや、打ってもいいよ、打ってもいい、ない。なるほど、とりあえずユニオン格納庫は持ってくる。ユニオン格納庫発動はどうですか。これサーチ入るんですけど、いやここに打ってくるでしょ、打つとしたら。でも先にこっちか、いやこっちだ。ユニオン格納庫発動、ユニオン格納庫発動して、はい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 、ですよね。まあ、そこ打つしかないですもんね。そこ打つしか、まあユニオンキャリアまでも取っといてもいいけど、はい、ユニオンキャリアっていうかあれか、ギャラクシーストルジャーか。で、A アサルトコア召喚するんだけど、なんかあります？なんかあります？ユニオン格納庫効果で、装備したい、で旅路効果で、ドラゴバックをサーチしたい。うらら投げてるからうらら無理で、あとはあるとしたら、まあ無限法要とかハッカー穴とかですかね。とりあえずドラゴバックを装備させない。大丈夫かおい、勇者展開通っちゃうよ。でユニオンドライバー装備して、はい、で運命の旅路効果発動で、グリフォンライダーサーチしちゃうよ、通っちゃうね。オッケーオッケー。でドラゴバックからの、ドラゴバック効果発動してトークンに装備していく。はい、ほら、でドラゴバック効果、ちょ君のその癖から何、レーシャドールか、なるほど。墓地からシャドールモンスターを蘇生できる、なるほどね。オッケーオッケー、了解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 。でシャドール特殊召喚していく。でビーストね、オッケー、これ2枚ドロー落ちましてね、オッケー。ってことはあいつ処理しなければならないが、とりあえずグリフォンライダーは出していく。 ABC で除外できるから、2面処理は一応できそうですね。これワンキル取れんじゃねえかな。ユニオンドライバー効果で、装備解除してデッキからユニオンを装備する。一応ユニオンかかろう、これ装備したらなんか出せないっていう制約があるんだけど、まあ、このユニオンドライバーっていうのをなんか経由すると結局意味なくなるっていう。なんかじゃあユニオンドライバーなんかデッキの中に入れないといけないだけで、なんか直接なんか装備したやつ出してえなって思いますけどね。うん、まあ、ユニオンドライバーちょっと素引きするリスクが高くなるからあれだけど。さあユニオンキャリアとかいう犯罪者来た、さあ犯罪者来たぞ。さあ B バスタードレイクと A アサルトコアの効果を発動するぜ。 A アサルトコアの効果により墓地で存在する B バスタードレイクを回収し、そして B バスタードレイクの効果によりデッキから C クラッシュワイワーをサーチすることができる。これによって ABC がデッキ、ああデッキじゃない、墓地手札に揃っていく。そしてユニオンキャリアの恐るべき効果を発動、このモンスターの効果によりデッキから何らかのモンスターを装備することができる。ここによってフォトンオービタルを装備、そしてフォトンオービタルの効果発動、このカードを装備弱解除することによってギャラクシーモンスター対応手札に加えることができる。そしてギャラクシーストルジャーの効果発動、ギャラクシーストルジャーは自身を手札から墓地に送り自身を特殊召喚できる。そしてこのカードが特殊召喚に成功した場合デッキからギャラクシーモンスター対応手札に加えることができる。これによりギャラクシーストルジャー一体サーチしていく。さらにギャラクシーストルジャーの効果発動、ギャラクシーストルジャーの効果によりビーバースタードレイクを墓地に送り自身を特殊召喚、うわー、そしてレベル5の機械族モンスターに対してオーバーレイエクシエンス召喚、あらあらろサイバードラゴンノブ、そしてサイバードラゴンノブ一体でオーバーレッドを再構築、エクシエンスチェンジ、あらあらろサイバードラゴンインフィニティ、さらに墓地に存在する ABC をゲームから除外し、あらあらろ究極合体ABC
ドラゴンバスター、うわー、さらに ABC ドラゴンバスターの効果発動、手札を1枚墓地に送り、フィールドのカードを1枚対象に、そのカードをゲームから除外していく。吹き飛べ、うわー、ぜー、2000、1000、3000、2000、勝ってる。バトルフェイズ入る、バトルフェイズだ、いけ、エターナルインフィニットバースト、ウェンディリバースで、シャドル持ってくる、許せ、黙れ黙れお前は、おらつえしゃー、お前の顔面はガラ空きだぜ、いけダイレクトアタック、4連打 ABC ドラゴンアルティメットバスターキャノン、ドルーバゴー強え最強デッキできたかこれめっちゃ ABC 楽しいんだけど、あの割と誘発結構きついですけどね、なんか、まあ、全部踏むっちゃ全部踏むんで、まあ、増人ももちろん踏むし、ヒーローアライブ強、ウララも踏むし、で、ギャラクシーストローちゃんのところね、ウララ踏むし、あとユニオンキャリアも踏まねえ、踏まねえけど、フォトオーみたいな踏むでしょ。で、普通にその無限紅葉、エフェクトベイラーもめっちゃきついんですよね、ユニオンキャリアとかに。あと、ギャラクシーストローちゃんとかに。なんで、あのね、なんだかの誘発受けは良くないね、このデッキ。まあ、一応モンスター2体並べて、アナコンダはできるようにはしてっけど、アナコンダ、ディスフェニーは。ただ、ちょっとなんかそんなにね展開力ないんですよね。なんで一応の勇者ギミック入れてて、まあ、勇者、しながら勇者でそのまあ誘発をまあそのケアしていくみたいな感じにしてんだけども、まあ、あんま受けは良くないね、誘発受けは。だって言うてさ、その勇者ギミックもだいぶ減らされるわけじゃないですか。まあどうせグリフォンライダー消しなきゃな、そのうち。どうせ結局さ、グリフォンライダーなくなったらさ、多分さ誰も使わないと思うんだよ勇者もはやね、もう救済デッキレベルのデッキだと思うんで、だって結局グリフォンライダーがいけなかったっていう話なんだけどね。さあ、なかなか強力な展開してますね、相手で。ディアボ・バイオン、ディアボ・バイオン、あ、イゾールで、なるほど。割とヒーローもね、ありえんほど展開長いですからね。なんか10代だと思って舐めてるとね、スモースプリット、何横綱正規者の推奨いただこうか。あー、そういうタイプのデッキ、あ、そういうタイプのデッキね、なるほど。これはそっちは長そうだ。やば、なんか全然知らんムーブしてんじゃん。ライザードリシューラ、やばぜ、ちょっとユニオンかかる子だけは、あー、オッケー。まあまあまあ、旅路もきついな、旅路もきついけども、旅路きついけども、まあ一応アラメシア、いやでも旅路ないときついか。グリフォンライダー着地できねえな。一回相手の妨害を踏みに行くことはできねえ。はい。で、なんかスポーアとかいうダレアネモンスター登場して、スポーアとミセラサウルスでサイフレームロードオメガキット。かっけえ。一枚は、うわあって思っちゃった。ハンデス地獄か、これ。これ、ハンデス地獄が始まります、もしかして。ジュラックアウロトリシューラバロネス、強すぎー、強すぎ、うん。で、アトゥムス派、アトゥムスでドロドロゴン、なるほど、ドロドロゴン送って、ハードアームドラゴン、何、ハードアームドラゴン、やばい。こいつはリリースして召喚したレベル70のモンスターが効果高いせなになるっていうカード、最強カード。ビラコチャラスカ、謎に強い、やべえ強くないっすかね、これ。バロネスで蓋してから1枚のそのカードも無効にするよってこと、天才つきないか、
べえこと起きてる。とりあえず水使いの効果使いたいんだけど何かあります？じゃあさっきの旅路で止めろよ。旅路止めればいいだろお前、ふざけんなよ。これは最強の自爆心だったわ。